玉京国旗の打国旗、1935年10月3日台、は、大相撲の西野関部屋に、かつて在籍した大分県別府市向浜出身の力士である。最高位は、東前頭2枚目。特意種は、右四つ、より、上手投げなど。現役時代の体格は178センチメートル98キログラム。 大分県立水産高校を中退後、同郷の玉の会がいた二所の関部屋に入門。なお、各会入りする前は、捕鯨船の乗組員を志していたという。1954年1月場所で初土俵を踏み、翌3月場所、本名でもある、新川のしこ名で序の口についた。体格にはあまり恵まれていなかったが、比較的順調に出世し、1958年、 5月場所で重量へと昇進。この場所では11勝4敗という好成績を挙げて、千秋楽の重量優勝決定戦に登場した。北、葉山、若秩父、戸賀市、若見杉、廟村に、藤西式といった面々との決定戦には敗退するも、玉京を含んだこれら7人は、7人の侍と、称され、話題になった。重量は、 同場所の優勝同点の他に場所で二桁勝利するなど、負け越しなしで5場所で通過。翌年、3月場所では、新入幕を果たし、同場所から3場所連続勝ち越して、9月場所では最高位となる前頭2枚目に進んだ。しかし、横綱、大関陣から白星を挙げることはできず、6勝9敗と、負け越した。以降も、幾度か横綱、 大関人との対戦圏内に進出したが、ちゃんこ嫌いで体重がなかなか増えなかったことや、軽量による体力不足もあって振るわず、1960年9月場所以外はいずれも負け越している。結局、横綱、大関に勝つことは一度も叶わず、三役への進出も果たせなかった。1961年7月場所を最後に、幕内から遠ざかり、以降はしばらく重量にあったが、 重量14枚目の地位で4勝11敗と大敗した1962年9月場所をもって廃業した。廃業時の年齢は26歳であった。その後は運送会社に勤務したという、ありがとうございます。